はい、皆さんこんにちは。今日はですね、こちら単焦点レンズ、これはねソニーツアイスの 55mm の 1.8 ね、この標準的な画角で開放でねフルサイズでぼかした時にどんな感じのね子どもの室内撮りができるのかっていうのをね、こちら、モザエアクロス2を使ってめちゃ久しぶりですけどね、これ使って、まあ、子供をラフにねラフに撮ってみたいと思います。はい、カメラがですね α7-3 です。でピクチャープロファイルは10番で、60分の1秒の、まあ、ISO とりあえずね100で、1.8 のね開放で 4K24P で撮ってます。じゃあね今もうすでにレック回してますんで、これで子供の部屋に行ってみましょう。いました。あちょっとねホワイトバランスが良くない、うん、で ISO もねちょっと暗いかな。ちょっと感度上げます。でねホワイトバランスがね良くないから、ちょっと今ねここでねファンクションボタンを押してホワイトバランスのところでね、もうこれ今日はあそうだ一辺レックオフにします。はい、それはそのままでいいよ。でホワイトバランスをねオートに、オートにしちゃおう。はい、でこれで再度レックします。オートホワイトバランスでレックポチッ。子供が何かやってます。これちょっと映してみましょう。まあ別にねジンバル歩きねする必要ないかなと。 ISO 感度今160だけど、開放でもねこれ室内で、まあ、そんなに明るい室内じゃないから、開放だとちょっと暗い。だちょっとね ISO 上げていきます。はい、今これ320にしました。 ISO 320にすれば適正露出になってます。お母さん、はい、ボケ感とかいかがでしょうか。子供たち何やってるのかな。お絵かきやってる、うん、あ、でねこれね下から上にこう上げていくときに、このエアクロス2ってね、これを使うんですよ。これでこういう風にチルト、ロール、パン全部コントロールできるんで、これで下から、はい、一旦ホームポジション出して、はい、下からね上に上げていきますよ。ゆっくり、はい、こんな感じでね手で調整して、はい、でピントもね α7-3 がしっかり合わせてくれる。グッと早めにやっても、はい、ピント合う、はい、ってな感じになります。ちょっと動きが欲しいね子供ね。子供3人でちょっとなんか立ち上がってなんか遊んでみようか。真ん中あたり立ってくれる、うん、もうちょっと手前来ていい、待っていいかな、うん、あーボケる、めちゃくちゃボケる、ボケる、あレンズがねなんか表情ないんだけど大丈夫普通にあのラフにしてていいよ。はい、でね子供が2人いて、抜けると向こう側にね、これもねカメラがねしっかりねオートフォーカスやってくれます。うん、やってくれますね。ちょっとね2人に身長差があるからあれですけど、うん、120cm、 はい、でもこんな感じでね別にあの歩き、まあ、必ずしもね歩けばいいというもんじゃないんで、はい、もう撮影者っていうのはね、まあ、ビデオの場合はもう大体じっとしてることが多いですね。こんな感じで動かないということ、動かないということ。でもさ、これさ三脚でもしやろうと思ったらね、三脚でやろうと思ったら大変ですよ。一回一回三脚を、はいこっち、はいあっちってやってやらなくちゃいけないけど、ジンバルの場合はこうやって固定して三脚代わりに使ってもすぐ場所移動してこうやって安定してるという感じになるんでね。はい、何それ、ああ本ね、
うん、お絵かきしてますか、室内の雰囲気出てますかね。はい、こうやってね、三脚、ミニ三脚でね、置いちゃってもいい。で、置いて縦の方向っていうのは、まあ、こんな感じでこれで調整できます。これで微調整できます。で、横パンは1回押すとロールになる、もう1回押すと、パンになります。ほら、これで左右が動く。ここを動かすと左右が動き、でもう1回押すと今度は上下が動くと。でこれでね、微調整ができますんでね、まあ、もちろんね、ジョイスティックでもできるんで、これ、はい、ここのジョイスティック棒を使ってもできるんでね。だからまあこうやって三脚代わりにするにしても、非常にこう、あの自由運台的なね、使い方ができます。はい、ちょっとさ、そのさ、お絵かきをさ、こっちでやってもらおうか。その方がいいね。だってさ、せっかくこれ単焦点レンズ使ってるのにさ、あの背景がちょっとぼかしたいからね。ぼかせばいいんですよ、ぼかせば。ぼかしときゃいいんですよ。はい、まあ、ぼかすことをテーマにね、今やってますんで、はい、なんかね、お絵描きをしてるみたいなんで、うん、これね、ハンディカムで撮るのとまたちょっとね、違う風合いになるから。ほら、こんな感じで、なんとなく自分がね、あー、ここにピント合ってほしいなっていうところにね、このソニーのカメラっていうのを合わせてくれる。うん、でゆっくりゆっくり向こうに持っていくと、向こうにね、いいタイミングでピントが合ってくれる。はい、でこっちの子供ね、3人子供いるんでね、うちね、はい、で合わせてくれると。で上から撮ったりとか、近づいていったりとかね、こうやってね、子供が絵を描いてるから、こうやって近づいて、慎重に近づいていって、でこうやって、あ、なんか上手な描いてんね、うん、上手だね、すごく。こんな感じだね。はい、いかがですか。家の中でもね、家の中でもこういうね、カメラの練習ができる。まあ、ただね、これ 55mm なんでね、まあちょっとなんだろう、全部をね、フレーミングするのは難しいかなっていう感じで。うん、まあ、必ずしもね、ジンバル使って、ジンバル買ったからって、ジンバル歩きして直線で歩くとか、ドリーをするとかいうわけでもないんで、まあ、こういうホームテイスト、ね、ホームムービーみたいなね、まあ、こういう撮り方で記録するっていうのも全然ありかと思います。はい、でその時に、まあ、こういうジョグシャトルっていうのかな、これジョグホイールっていうのかな、このホイールを使ってですね、こうやってあのアングルを微調整したりとかっていうことも可能なんで、でなおかつですね、まあ、ここのダイヤル回すとね、早い遅いって、ここの数字、これ調整できますんでね。はい、これでゆっくりとかいうこともできますし、はい、ゆっくりこうやって下ろしていく。うまいね、みんなね、すんごい上手に絵描く。はい、ってな感じになります。ニワトリ、これね、今回ね、このレンズすべて開放で撮ってますね。開放で、この 55mm の単焦点レンズ、マキエレンズでいうとね、ソニーが 50mm の F1.8 のレンズがありますね。で、あのレンズもね、まあお値段考えるとおすすめなんで、まあ予算がねきつい方についてはですね、まあ、ああいうレンズ買われてもいいですし、まあ、このレンズでもですね、あの中古で買えば、はい、そんなに高くないかなっていうところで、はい、おすすめしたいと思います。いかにもその一眼的なね、一眼らしい映像を撮りたいと。一眼らしい映像を撮りたいと言われる方はね、ぜひおすすめしたいと思います。もう一遍さ、3人ちょっと立ってみようか。
はい、3人立ってスピード、うん、ちょっと向こうに行って、ほら3人並んで、向こう行った、ほら3人並んで、今はちなみに、はい、ほらこんな感じでね、はい、フルサイズ一眼使うと、まあ、こういう感じで撮れます。はい、一番上の子がね、ちょっとね、表情硬いねいつもだけどねいつもだけどねなんか固まってるから、真ん中の子はね、役者というかね、うん、自然ですよね、非常に。まあ、ただね、これね、2年3年するとどうなるか分かんない、またね、うん、で一番下の子はね、もう何も考えてない何も考えてない、こんなのしても、うん、そうそうそう、大きいぐらい、はい、で一番下の子とね、真ん中の子はね、ちょっとあのライバル関係で、ちょっとあのレベルがちょっと近いからね、うん、たまにね喧嘩したりとかする、はい、たまにストレスがいつもストレス発散、うん、でね、最近なんかあの部屋をね、いろいろ綺麗にしようということで、アニメが好きみたいですね。そういうのをね、まあ、いろいろコレクションしてやってる、はい、ちょっと私はよくわかんないけどね、はい、いかがでしょうか、このフルサイズのね、ちょっとやっぱり普通にハンディカム回す、今これハンディカムで撮ってるけど、ちょっとあのホームムービー、ホームテイストのホームムービーテイストとはちょっと違うでしょう、うん、この感覚をね、ぜひね、このフルサイズのカメラ、そして単焦点レンズ手に入れて味わっていただきたいなって思います。どう、はい、おーなー全然キャラが違うからね、はい、そんなわけで、本日はですね、まあ家でね、家でいろいろ撮れるものもあるよというお話で、ご紹介させていただきました。以上です。このモザエアクロス2ね、下にねリンク貼っておきますのでよろしくお願いいたします。以上です、ありがとうございました。バイバイって、バイ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 